ちは30番日野学園高校です。今回私たちは東急線玉川駅をテーマにしました。玉川駅周辺は閑静な住宅街と神社や公園といった緑あふれるエリアが重なっています。現地取材を重ね、そういった雰囲気を再現できるよう頑張りました。この模型の季節は桜の綺麗な春です。桜が咲くとここには多くの人々が花見を楽しみにやってきます。閑静な住宅街の横で行われる、そういった賑やかさや陽気さを感じ取ってもらえると嬉しいです。そして今回新たな試みとして、樹木をワイヤーで手作りしたり 3D プリンターで住宅を一から作り上げたりしました。慣れない作業に苦戦しましたが、結果として今までにないものができたと思います。私たちの最高の模型、ぜひ見に来てください。